うるま市立会の文化資料館は沖縄県うるま市にある公立博物館でうるま市教育委員会が管理運営する略称開文海の文化資料館はうるま市文化財保護条例第2条に定める文化財及びうるま市並びにその周辺地域にまつわる歴史民族に関する資料を収集研究保存展示し市民の知識及び 教養の向上を図り、市民文化の発展に寄与することを目的とした資料館である。平成の大合併に伴い西二町が合併したうるま市には、石川歴史民族資料館、与那臼暮歴史民族資料館、海の文化資料館の3施設がある。海の文化資料館は小さな施設であるが、年間約4万人の入館者数がある。 会館当初は入館者が極度に激減し、非常に厳しい状況であったが、沖縄県内で唯一、木造船と船大工等の資料を展示し、独自の教育活動とその地域還元から入館者数を増やし現在に至っている。うるま市指定向け民族文化財の船大工の古紙、雷時期が制作したマーラン船も展示している。海の駅や屋は市館と併設している。一階は、 土産品販売及びレストラン。2階が、うるま市立会の文化資料館となっている。資料館の周辺にある干潟の砂を生かした、シーアートフェスティバルを開いたり、海工機を模した船の模型のレース大会を開催したりしている。また、資料館スタッフが干潟で、謎の肉塊、いわゆる馬を発見したとしている。その馬は、ビートたけしの特番で放送された。 平成19年度うるま市立資料館連邦、起用うるま市教育委員会、2009年、県立博物館の可能性、沖縄タイムス長官文化面2007年12月3日、海の文化資料館パンフ、うるま市。ありがとうございます。